今日は安倍元総理の国葬の日ですが、昨日ですね、衆議院議員会館でですね、安倍元首相の国葬を許さない会というのが行われたと。藤田貴景というこの人が主役というか会長らしいけれども、そこにですね、鳥越俊太郎が15分間喋ったってことです。その内容がすごいんですよね。安倍さんはね、戦争に、そして核に最も近づけた総理大臣だから国葬はダメだと、何の実績もないと、国葬は多数決の原理だ、反対が 60%、 そういうようなことを言ってる。何の実績も何の貢献もしていないと、戦争に近づけた、核に最も日本を近づけた、このように鳥越俊太郎が喋ったそうです。よくもまあこんなボケたこと言ってんなと、まあ逆に83だからボケてんのかもしれないけれど、ありえないこと言ってますね。安倍さんが第二次安倍政権を作って、それからその前の3年間の民主党政権でもうボロボロになってしまった日米関係、安倍さんが本当に立て直して、そして日米関係を過去になく強固なものにしたからこそですね、日本は戦争に巻き込まれる可能性が高かったのを少し抑えた、そういうことですよね。なんでそんな簡単なことがわからないのか、どこがどう安倍さんが戦争に近づけたのか、集団的自衛権の行使をね、安倍さんが強行したと言ってるけど、じゃあ集団的自衛権一切行使しませんと言ったら、アメリカは日本を相手にしますでしょうか。アメリカには守ってほしい、でも日本は一切アメリカの危機には何の行動も取りませんと、そういう状態は日本にとって非常に危ないということで、安倍さんがこれに踏み切ったわけでしょ。もちろん安保の時もそうですけど、国会にデモ隊が駆けつけてガーガーやってましたけど、特定秘密保護法の時だってそうですよね。だけど結局外国の息のかかったマスコミはそういうのをボロボロに報道しますけど、それが成立したからこそ日本の平和が守れているっていう、こんな簡単なことも分からずして、何がジャーナリストかと言いたいですね。ましてや立憲民主の議員なんかですね、国防なんかね考えてないわけでしょ。安倍さんがどれだけ日本のためにやったのかってことを全く分かってない。ましてや鳥越俊太郎なんていうのは、まあ残念ながら私の高校の20期先輩なんだけど、まあまあこんなのがいると思うだけでも情けないです。日本の年寄りはね、もう少しね、物事をちゃんとまっすぐ見るべきだし、本当にこういう人間がこの後に及んでまだガーガー言ってる、情けない限りですね。まあ私は心から安倍さんに弔意を表したいと思いますし、実はサイレントマジョリティの国民は皆そう思ってると思いますね。マスコミに騙されないようにしましょう。野党政治家のプロパガンダには乗らないようにしましょう。安倍さんのご冥福を心からお祈りしたいと思います。動画の最後に失礼いたします。私、竹下明憲が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい。長期的には億の資産も築いてみたい。毎日の利益も積み上げたい。そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。